家敵尊者、または家敵様とは、栃木県の流行院に安置されていた木造の名称。木造エラスムス立像として、国の重要文化財に指定されている。木造エラスムス立像、参考、エラスムスの肖像本像は、栃木県佐野市城羽田町の流行院に、伝来してきた古い木造で、長年、古代中国の伝説上の船の発明者であるか、 敵の像とされてきた。しかし、1920年に、足利詩の郷土詩や、丸山画前により、やそ教総木像と紹介され、さらに写真が1924年から2年間、バチカンで模様された、世界宗教博覧会に、在日本キリスト教聖人像として出品され、学者たちの注目を集めた。その際のバチカンでの指摘や村上直次郎らの調査によって、 この像は1600年3月16日に文語国の浜辺に漂着したオランダ船リーフデ号の船尾飾りであり、オランダの人文学者デジネリウス・エラスムスの像であることが判明した。その判明当時には母国オランダより買い取りの申し入れがあったが、それを断り、1930年に日本の旧国宝に指定された。総高121センチメートル。 造高1 0 5トル頭に被り物をし、右手には巻物を持つ。巻物には ERMVS RTM1598 との文字が刻まれており、イレイセムビスロターダム1598と読むことができる。1598年はリーフデゴがオランダロッテルダムより就航した年である。像は現在も流行員が所有しているが、 東京国立博物館に帰宅されている。寺と同じ市内にある佐野市郷土博物館にはレプリカ像が常設展示されている。また、ロッテルダム海事博物館にも1962年に日本より送られたレプリカ像があり、1998年にはオリジナルの像の里帰り展示が実現した。この像には夜な,夜な無ジナに化けて不気味な歌を歌いながら、 辺りを徘徊する、小津とギバーであるという伝説が残っている。像は、鉄砲で撃たれて、腹には、穴が開いており、地元の悪い子はこの、小津とギバーが来てさらって行ってしまうという、親の使う脅し文句に使われていたが、寺にあった当時は、子供の遊び道具になっていた。地元には伝説を裏付ける歌も残っている。ありがとうございます。